ハンジ・ミュラーはドイツのサッカー選手。選手時代のポジションはミッドフィールダー。左利きの技巧的な攻撃的ミッドフィールダーであり、1980年代初頭にはドイツ国内において最高のサッカー選手の一人と評された。1963年に SV ロートの下部組織でサッカーを始め、1969年に VFB シュトゥットガルトの下部組織へ移籍。 1975年にブンデスリーが2部に所属するトップチームに昇格した。シュトットガルトでは1976-77シーズンにブンデスリーが2部優勝に貢献し一部リーグ昇格に貢献するなど中心選手の一人となり、1982年に対談するまでの間にリーグ戦通算186に出場し65得点を記録した。 西ドイツ代表としては1978年4月5日に行われたブラジル代表との親善試合でデビューし、同年6月にアルゼンチンで開催された 1978FIFA フフワールドカップでは4試合に出場した。1980年にイタリアで開催された UEFA 欧州選手権1980ではベルントシュスターラと共にチームを牽引、全4試合に出場し、 優勝に貢献した。大会終了後にはベスト11に選出されたほか、同年にはヨーロッパにおいて最も優れた若手選手に贈られるブラボー賞を受賞するなど、選手として最盛期を迎えた。1981年に入ると怪我の影響もあり、同年9月2日に行われたポーランド代表戦を最後に代表から外れたが、 復帰戦となった1982年3月21日のブラジル代表戦では効果的なゲームメイクを行うなど復調を果たした。一方、1982年にスペインで開催された 1982FIFA ワールドカップでは膝の状態がかんばしくなく2次リーグのイングランド代表戦と決勝のイタリア代表戦の2試合のみの出場に終わった。その後、 1983年9月27日に行われたハンガリー代表を最後に代表から、シりぞくまで国際 A マッチ42試合に出場し後得点を記録した。クラブレベルでは、同年7月にイタリアのインテルミラノへ移籍。デビュー戦となったエラスベローナ戦では、直接 FK を決める活躍を見せ、入団早々にイタリア語を習得するなど環境に適応したが、一方で、 膝の怪我を抱えていた。1984年にインテルを退団し同じイタリアのカルチョコモで1シーズンプレーをした。1985年7月にオーストリアの FC スバロフスキチロルへ移籍すると好調なプレーを維持。西ドイツ代表監督のフランツ・ベッケンバウアーはミュラーのプレーを評価し代表復帰の可能性を示唆したがミュラー自身が後のインタビューにおいて 当時の代表の中盤にはタレントが揃い、控え選手として代表に復帰する気はなかった。ベッケンバウアーに優先順位としてはクラブでのプレーが先にあると告げたところ、彼も承知したと評するように復帰が実現することはなった。その後、二度のリーグ優勝と UEFA カップ1986から87準決勝進出に貢献し、1990年に 現役を引退した。現役引退後は、サッカー解説者やスポーツコンサルタントを務め、1999年から2001年にかけて、フルスの VFB シュトゥットガルトのマーケティングディレクターを務めた。このか2006年にドイツで開催された 2006FIFA ワールドカップでは、シュトゥットガルトの大使、2008年にオーストリアとスイスで、 共同開催された UEFA ユーロ2008では、インスブルックの大使を務めた。2011年7月、VFB シュトゥットガルトの監査役に選出された。2015年5月、アレクサンダー・ソルニガー監督の身体問題について、テレビ局の取材を受けた際、ソルニガーの続投を明言したことの責任を取り、監査役を辞任した。クラブ代表個人、ありがとうございます。